A 型エンジンは、かつて日産自動車が製造していた、水冷直列4気筒オフのガソリンエンジンシリーズである。小型乗用車用として長期にわたり生産された。原型は1966年に、初代サニー用のエンジンとして開発され、当初クライクシャフトは3ベアリング式であったが、ほどなく5ベアリング式に改良された。メカニズムは、イギリス BMC の、 A シリーズエンジンなど、欧州車での先行例の影響を受けながら、小型軽量車であるサニーに搭載しての高速道路巡航を想定して、高速化、軽量化への改良が図られており、カムシャフトの位置はハイマウントとされ、プッシュロットの軽量化が図られていた。それ以外は、旧配儀レイアウトがターンフロー、同弁系はオフで中鉄ブロックと、 当時においても全く得意な点はなく、競合する初代トヨタカローラ用軽型エンジンのような、シリンダーの軽車配置も行わない、シンプルかつ生産性、整備性を考慮した構造であった。しかし軽量をコンパクトかつ低重心な上、トルクフルで扱いやすく、しかも高回転まで軽快に吹き上がる特性を持つ。ダットサンサニーを中心とした、日産の小型乗用車。 商用車用エンジンの主力として極めて広範囲に用いられ、1980年代初頭まで排気量の拡大や種子の改良を受けながら大量生産された。1975年からは自動車排出ガス規制の強化に伴い、混合技の希薄化、酸化触媒、EGR 等を主体とした排気対策が行われ、ナップスのバッジが付された。 1981年以降は日産 Z 型エンジンからの EGR 制御の技術移転も行われて、後輪駆動時代の歴代サニー用パワーユニットとしての寿命を全うし、乗用車用としての役目を終えた後も、日本では1990年代までサニートラックの主力エンジンとして生き残り続けた。A 型の優れた資質はモータースポーツでも証明され、 このエンジンを搭載したサニーはレースでも優れた成績を残した。日本国内のツーリングカーレースでは、サニーのライバルはサニーという状況となり、燃料噴射装置の採用や深度化したチューニングにより、本来高回転化に向かないと言われたオフエンジンでありながら、175HP、1万 RPM を発揮するという驚異的なポテンシャルを示した。 これを搭載した B110 型サニーは1970年から、大森ワークスが1974年に手を引いた、あとも1982年まで、長きにわたって、多くのチューナーや、プライベーターに支持され、TS クラスで不動の地位を築いた。また全日本 FJ1300 選手権といった、ホーミュラカーの世界でも一大勢力を築いた。排気量 988cc。 このタイプのみンベアリング仕様であった。搭載車種排気量 1171cc。搭載車種排気量 1171cc。搭載車種排気量 1288cc。アメリカ合衆国向け輸出仕様。搭載車種排気量 1397cc。搭載車種排気量 1237cc。搭載車種排気量 1270cc。 搭載車種排気量 1488cc。搭載車種、ありがとうございます。